本日は、中央が赤い編み地にして、その上にかぶるクロスがこのまだらの黒にします。両サイドを黒で固めるっていう形で、前回の大型犬と同じ編み方なんですけども、色味を変えてみました。それでは一緒にご一緒しましょう。ではまず同じように、このベルトタイプの金具、これを使います。まずですね、まず芯と土台作りのロープから。芯と土台作りは黒にいたします。で、これは2本ありますので、それぞれ1本ずつで、今回は小型犬用ですので、芯になる部分の長さは30センチといたしました。で、だいたいおおよそ30センチのところを折り曲げて、そして上から差し込みます。芯が真ん中に来るように、短い方が真ん中に来るようにセッティングしてください。上、中心に芯が来るようにしたいので、で、もう一つの方も約30センチくらいのところを折り曲げて、上から差し込んで、2つ折りのところに2本を差し込みます。これも短い方が真ん中に来る、中央に来るように。そしてこの後から、この芯を大胆のところで差し込んだ時点で、芯の長さを測ります。はい、それで芯を今測りましたら、ちょうど30センチでしたので、このまま続けます。そうしましたら、次に中央に今度は赤を入れます。土台が、模様の土台が赤にしようと思いますので、赤にします。これは2つ折りにして、ピンを挟み込んで結びます。ピンを挟み込んで、輪を下側から出しまして、輪の中に2本を通します。今回はもう赤と黒の、もう単純なすっきりした色味にしました。で、両端を揃えてください。そしてこれで土台と芯作りが一応完成です。で、次にですね、次にまず横通しを、ここの横通しをしなければいけませんので、この横通しも土台作りと同じ黒にします。横通しをする編み方も随分何回もこの動画でやってきましたので、もうお分かりの方も多いかと思いますが、トンネルを作りますので、ちょっと緩めます。この中に通します。少し通ったら、軽く締めてください。抜けないように。そしてから端と端を合わせて2等分にした方が楽です。はい、こんな風になりますね。そしたら次、一番上にかぶさるような模様、クロスステッチが入るようにしたいので、それは黒のまだら色、ちょっとポツンポツンと白が入ったこのロープにしました。で、ここはこの真ん中から出したいんですね。なので、この真ん中にかぎ針を刺しましたら、裏は中央のロープ、赤の際、ここから差し込みます。
はい、セッティングが終わって今ピン打ちをしたところです。で、ここから編み始めます。まず一番上のクロスステッチのものはちょっとお休み、中央の部分のロープは一旦お休みします。そしてまずこれが芯ですね。中央の2本が芯で、これが土台作りのロープ。まず土台作りのロープで上からかぶせて下をくぐり、反対側も上からかぶせて真ん中に差し込んで下をくぐります。で、こういう形で交差させます。そして今度この横同士にした黒、これを上からストレートで下ろして外側向きに巻き留めます。そして一旦赤はこのままストレートに下に下ろします。真ん中中央にストレートに下ろして、この中央で向かい合わせで今度は黒のまだら、この黒のまだらは一応交差させます。交差させて一番端の窓際のとこ、窓枠、この空間に外向きに巻き込みます。左右の窓枠の中に外向きに巻き込みます。こういう形になります。で、ここ両サイドを引き締めて芯をしっかり引っ張り上げて持ち上げますね。模様を持ち上げ、そしてそれぞれに引き締めていきます。で、この時にサイドをしっかり引き締めたら、芯と土台作りのロープ4本を持って、しっかり持ってこのように引き締めると引き締めやすいです。で、この中に枠の中に入らないといけませんので、この横の引っ張り具合は気をつけてください。入らないと使えないものになってしまいますの で、 再度確認で引き締めます。はい、で、これで1段ができました。1段ができたところで今度は D カンを入れます。大型犬の時もそうでした。この D カンがちょっとここが山、一つ山になりますが、しっかりつけないと使いにくいものになって、すぐロープがゆるゆるになりますので気をつけなきゃいけないとこなんですね。で、一応しっかり引き締めましたら、この模様編みのロープ4本、これをまずは持ち上げて、それからこの4本を D カの中に通します。芯はストレートにそのままおとなしく待っておいてもらいます。模様編みの4本をまず D カに入れました。そしたら土台作りのロープも左右それぞれこの中に通します。ですから4、6本ですね、6本通します。そして2
2段目の、結び方をするために、まずこの一番上に来るクロスステッチは一旦お休み、そして真ん中の中央の赤いロープ、これは次の段階ではクロスさせなければいけないので、これをクロスさせます。クロスをさせて外向きに D カンに巻きつけます。はい、そしたら次にこの中央に赤と赤の向き、外向きに巻き込んだ中央に今度は黒のまだら、これを真ん中に入れて、この2本を全部すくって向かい合わせで巻き込む形を取ります。新土台作りの長いロープ、これを一旦外向きに、1段目と同じように外向きに巻き込みます。巻き込んだら、ここはちょっとね、力を入れてしっかり巻き込んでください。寄り身がないように。巻き込んだら途中で折り返します。折り返します。そして D カンの中を通して輪の中に下から入れます。でこれを引っ張ります。一結びしてしまうんですね、ここでずるずる動かないように。でこちらも同じようにしてください。同じようにぐるっと D カンを一巻き外向きに巻いて、途中で折り返す。折り返してまた D カンの中を通して、この輪の中に差し込んで引き出します。これも両サイドですのでしっかり結んで安定させます。そして次に、ちょっとまたこれは編むとき、もう一回しっかり締めながら進むんですけども、今の段階はこのままでいいんですけどもね。次にですね、この今両サイド D カンの両サイドをしっかり結びましたが、それでもまだちょっとこのズレが心配だなと思うときは、これですね、横を渡しにした状態のロープ、これを、これはね、大型犬の時に私動画撮らなかったかもしれないんですけど、この今一結びしてギュッと結んでくださいって言ったこの一結びしたところに、この状態で結びましたよね。この時にこの輪の中にもう一本入れるんです。それでこう結ぶんです。こちらもそう。ちょっと分かりやすいように一つずつ説明したんですけども、もう一回戻していただいて、結びこぶをしっかり作る前に、この状態になって入れましたよね。輪ができて。で、この時に、横同士にしたロープをもう一回この内側に入れるんです。そしてから、これをギュッと結ぶんです。ここやはりリードがついて引っ
張られない、引っ張らないこと言いながらもやっぱり、まあ、なんかもう1日2度も3度もお散歩に行って半年もするとやっぱりロープって緩んでくるみたいなので、だからちょっとしつこくこれでもかっていう感じで用心深く作っていきたいなと思います。であと今2段目の模様作りをして編みましたが、今度は3段目に行きますが、その前にこの D カンに巻き留めたものを再確認です。しっかり D カンに巻き留めて緩みができるだけ起こらないように一本一本はい、そうしましたら一番最後のクロスステッチの黒まだらは一旦お休み。赤いのも一旦お休み。そして芯をしっかり引っ張って、でいつも通りの土台作りに入ります。上からかぶせて真ん中に差し込み、上からかぶせて真ん中に差し込み、そしてこのようにクロス交差させたでできたマス目の中にそれぞれ結び巻き留めていきます。まず黒いロープを外向きに巻きます。黒いロープを外巻きに、そしてこのように芯がある中で、次に赤いもの、赤いロープを今度は真ん中に来る番ですので、赤いロープを真ん中の窓の中に通して2本絡めちゃいます。芯をまっすぐ引っ張ると分かりやすいかと思いますね。このようになってますね。はい、そしたら真ん中はちょっとこれだけなので、次両サイド、両サイドのにはこの黒のまだらの一番上に来るロープですね、これを今中央に来てますから、これを交差させます。交差させて外向きに巻き込みます。でまずは横を引っ張ります。そして次に芯、次に芯をでしっかり横を締めて、芯と土台の4本をしっかり押さえた上で引っ張っていくと楽にやりやすいです。で一応しっかり締めたら、次はまたサイドね、この横サイド、ここを締めます。で芯を引っ張って、できれば外して裏を見るといいんですけども、まあ、ちょっとできるだけしっかり横引っ張りましょう。そしたら次また同じことの繰り返しが始まります。まあ、一番山が D カンですから、この D カンをしっかりしつこく締めたら、あとはもう同じことの繰り返しになります。は
はい、ですからまずはこの黒いまだらのクロスのものはまずはこれは一番最初に休んでもらいますから、はい、では土台真ん中に差し込み真ん中に差し込み3つの窓を作って外向きに巻き込みます。そして赤いロープ、これが今平行に、まずは平行にするように心がけてこれを交差させます。そして一番サイドの両窓に巻き留めます。外向きに巻き留める。外向きに巻き留める。そして中央の窓枠の中には今度は最後の、ステッチを効かせるロープを中央に来させます。中央に来るロープは向かい合わせで巻き込みます。そしてまずは巻き込めましたら両サイドを絞ります。両サイドを絞り、芯をしっかり引っ張って持ち上げて、芯と土台作りのロープを押さえ込んで巻き上げていきます。でこれね、この辺でちょっと一旦外して裏どうなってんのか確認してみた方がいいです。この幅がね同じであるようにで、裏からまた再度こうしてやると余計締まるんですよ。で、この両サイドの縛ったものが キュキュッとこう締まりよく締めて、上の段と同じような幅で折りてれば OK です。でこの両端ね、この両端もちょっと今回黒を使ったから皆さん見にくいかもしれませんけど、これもねどっちから伸びたような形にならないようにきちっと締まるように締めてください。今回はもう赤と黒のちょっとエキゾチックな感じでスパニッシュ風にしてみましたので、これで進もうかと思ってますので、あとそれでこのまま同じようなことを繰り返しながら進んでいって、先端がまあ、3センチなり2センチなり残ったところで次の段階に行こうかと思います。ほとんど仕上げ状態に入ります。ではこのまま続けていってください。はい、それでは、ここまでかなというところまで編み進みました。こんな感じになります。これが表側です。ちょっとこの黒打ちのロープに、中心のロープは黒打ちのロープに白い点々があるようなまだらな模様のロープを使いました。なので黒と赤の中でも中心だけちょっと色味が違った色がパラパラと入るような感じになりました。でこれが裏ですね。裏はこんなです。
前回の大型犬と同じ編み方で色味を変えるとこんなに感じが変わりますということで、ちょっと参考になればと思いましたのでやってみました。で、これはでは次にはもうこの飾り尻尾の方の、下、仕上げに入りたいと思います。はい、それでは今回はこの外側を編んだ横通しにしたロープ、横通しにしたロープが少し長めに残りましたので、これを利用してここに平結びをやっていこうと思います。この中心の赤も少し長く残ってますから、これをしてもよろしいです。それはあのご自分の好みで決めてください。私はもう赤はもうここの中にある赤だけにしたいと思いますので、黒で固めたいと思います。で、この時にちょっとこの中心に出てる赤のロープをあの一番上に見えるようなとこ、透けて見えるような位置にこのままの状態でやりたいと思います。では飾り尻尾は平結びということで、一応これをきちんと芯として揃えます。そして片方を U 字形に曲げまして、かぶせて全部の下をくぐって、こちらの輪から出します。で、ここで締めますね。一応きちんとギュッと締めといてください。ここはばらついてても構いません、後で直します。ギュッと締めるだけ締めて、反対側を U 字形に曲げます。そして全部の下をくぐらせて、こちらの輪から上に出します。で、ここで2つ目の平結び、これでね安定します、ほどけなくなります。で、この時にいよいよ持ってこの芯にしたロープを揃えます。きちんとばらつきを抑えます。はい、で次好みの段数まで編み進みます。今回はまああの小型犬用ではあるんですけども、まあ2色使いなので、あまりここを長くしても短くしても違和感はないかと思いますから、もうご自分のバランス感覚で編めるところまでしか行きませんけども、まあ、何段にするかお決めください。よいしょ、私はもうちょっと編んでみたいと思います。結局あの全長の長さが30センチ上がりになってますので、まあ実際に曲げて使うとなった時には、まあ、30センチは無理ですけども、もう少し内周は小さくなりますけども、まあまあこれがあるとある程度ギリギリまで首のサイズが使える形になるんですね。なのでこれそういう意味でもこの飾り尻尾って意外と重宝なんですね。あの差し込みやすい、金具に差し込みやすいということもありますけど、はい、でまだ少し編めますけども、このぐらいでいいかな、もう一回ぐらいいきますかね、というふうにもうお好みで、でこの場合は割と長くても短くてもどちらでも別にあのバランス悪くなることはなさそうなので、はい、このぐらいにしましょうかね。だいたい2.5センチぐらいになりますかと思います。で、あとはここをいつも通り締めます。こんな感じですね。はい、ではこちらの最後の仕上げに入ります。はい、それではいつもの通りレース糸を2本折りにして毛糸針に刺しました。そして裏から見えにくいところからこの結びこぶを出したいので裏から差し込みます。そして横差し、ちょっとこ手前側のロープに横差しにします。別にいきなり巻き進んでもいいんですけども、まとめやすいんですね。まとまってくれるのでやりやすくなります。
とこのロープが邪魔。そして少しこのように横差しに進みまして、一番向こう側のロープにも横差しでいきます。もうこれは本当に適当です。毛糸針は糸を通す穴がやはり毛糸を通す針なので大きくできているから、こういう細いロープの場合はとてもここのねロープの間をくぐらせるのが結構力がいるとき、こうやってペンチ使うと割と楽にいきます。でこのように横差しになりましたら、こうやって引っ張ったときまとまってくれるんですね。それで横差しをしております。そしてこの一番端はあんまり向こう側行ってほしくないので、ちょっとこっちは気にしながら、一応ひと巻き上げます。その時にちょっと手前に来てもらうようにして、でもう一回巻いて、ここのとこあれですよ、かなり力入れてやってくださいね。きちっとで巻き上げてくださいね。今3回目、ちょっと上に行った方がピッとしたものができますので、そして表から裏に針を通します。まくらめ編みはね、どうしても全ての工程でやっぱ力が必要です。なので硬いロープよりはソフトなロープを使った方が手や腕を痛めないですので、その辺も考えてロープを選んでください。でここで結びこぶを作ります。それとはやっぱり柔らかいソフトなロープの方がワンちゃんの肌に当たった時にワンちゃん自身も擦れるという摩擦が少なくて済みますのでね、皮膚炎予防にもなるかと思いますので、そういう点もあります。何回かここ刺して糸の切れ端が表に出ないように、はい、そしてここでカットです。表から見ても裏から見てもあまりにも始末した跡が見にくいように、見えにくいようにしてください。そしてここで一番短いのがここですので、これに合わせてカットしたいと思います。裏を見てやりましょう。はい、ではここで5ミリぐらいは残るようにしてカットします。で必ずこういうふうに扇状になります。扇状になりますので、角のところ、端のところはやはりこういう尖ったところ、これはねちょっとカットしときた方が、固めるとカチンカチンになりますのでね、引っ掛け傷予防です。はい、こういうところですよね。溶かし止めます。炎の先端を当てます。でワンクッション置いてちょっとこうまとめましょう。結構熱いですからすぐには触らない方がいいです。で痛くか痛くないか確認です。で尖ったところはどうしても痛くなりますから、ちょっとこういうね金物で冷たいもので押さえると収まります。
はい、これで大丈夫そうですね。はい、これで完成となりました。はい、本日はこんな感じで大型犬と同じ編み方ですけども、色が違うとこんな風な雰囲気が全然変わりますということで参考にお作りいたしました。でもうすでにここにはもうベルトループつけてるんですけど、それをつけておきました。なのでちょっとこってりした色味ですけどね、赤と黒ですからこんな感じになりました。はい、でも本日もご視聴いただきましてありがとうございます。次回は全く違うものをまた選んでやりたいと思っておりますので、お楽しみにお待ちください。